7番の中島が2周半からゆっくり上がっていきまして、3番長沢、4番石井が続く。1番鈴木の横まで来ましたが、1番の鈴木が牽制してきます。最初の並びは2516437でした。このレースです、2周半切ろうというところで7番の中島が最後方から上昇して、これを1番の鈴木がを牽制しながら、そして4番の石井が今度は短期で前に出て金を迎えていきます。石井を追走していきますのは車間が来ましたが、3番の長沢、1番の鈴木、さらに車間が来まして3人目です。2番の細田、その後ろ5番関口と6番の中村、ラストが7番の中島、残りは1周です。4番石井が先行策です。2番手後ろをちらっと見たのは3番の長沢、その長沢が4番石井との車間を詰めていきまして、3コーナーで捉えていくか、さらに後ろからは1番の鈴木も車間を詰めていく、その後ろは2番の細田、最後の直線3番長沢、外から1番鈴木が迫っていきまして、コール線並んでいます。